おはようございます。ハゲチョビンです。今日はですね、岩手県大船渡市三陸町にあります料理漁港から初の船釣りに行きたいと思います。会社の人にね、釣りをやろうかなと思ったら言ったら、竿とかリールとかほぼ9割型、もらったもので釣りをしてみたいなと思います。それでは釣れるかどうか見てください。ハゲチョビンチャンネル始まります。よろしく。流すっていうのは、要はこうやって一定の場所さえねえの。ああ。いろんな場所さ、こうちょこちょこちょこ。白浜の方すると全然違うから、あっちベタっとしてて、やっぱり多分今日あっちも波だべ、あっちこそ波出るんだけど、大きいの？おー、ヒガレ。俺のもほとんどなくなってだったね。
来た、釣れた。本日の釣果です、これは何の魚ですか？チダイ。チダイ。チダイが2、4、5、10、15で、こっちは何ですか？ヒガレイです。ヒガレイ。ヒガレイが1枚です。いかがだったでしょうか？最初ね、湾の外に行った時はね、波荒くてね、ちょっと船酔い気味でしたけどもね、湾の宇治に入ってきたらね、チダイが少し釣れました。初心者の私ではね、今はちょうど良かったなと思います。またいつかね、船釣りをしてみたいなと思います。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。